このスバ。おい、イモコ、どういうことだ。ここの壁、言った通りに全然できてねえじゃねえか。はい、親方、すぐに直します。ああ、そうしてくれ。遊びじゃねえ、町の皆さんのための大事な仕事なんだからな。すみません、一生懸命やったのですが。まあ、新人にしちゃできてる方だ。それに妹子が一生懸命やってるのは十分わかってるぞ。怒るのは期待してる証だ。これにめげず頑張んな。親方、はい、ありがとうございます。ちょっと何あれ、親方、私たちにはあんなに優しくないのに。仕方ないだろう。アイリスはよく働いてるし、可愛くて素直だ。本当に働いているんですね。おう、メグミン、ダクネス。こんなところクレア殿が見たら、なんというか、一国の王女にさせていいことではないんだぞ。ま、本人は楽しんでるみたいだけどな。城で窮屈な仕事してるよりはいい息抜きになるんじゃないか。息抜きは結構ですが、1000万エリスですよ。アルバイトで貯めるにはあまりにも高額な気が。俺もそう言ったけど、アイリスがどうしてもって。記憶をなくす前もそうだったけど、アイリスって結構頑固なところあるわよね。親方、直し終わりました。時間なので今日は失礼させていただきます。おお、そういや別のバイトだったか。ならさっさと上がんな。なあ、言っておくが、片付けまで終わらせてこそ。本当の仕事ですよね。私の後輩、もうすっかり仕事をものにしていますのね。メル様、今日は現場の仕事お休みだったのでは。ええ、ですが妹子の様子を見に来ました。現場には慣れたようでも、そういう時期が一番危険ですから。
危険？ええ、心が緩みがちになりますの。私も勝手ないたずらはするなって親方に随分叱られましたわ。なるほど、勉強になります。メル様、そうでしょう、そうでしょう。とはいえアイリスはまだ新人ですから、あまり根を詰めすぎてもいけませんわ。ひとまず今日はお疲れ様。はい、これをどうぞ。ジュース？ええ、頑張っているあなたへのお祝いですわ。はあ、いいですか、メル様。ありがとうございます。遠慮はいりませんわ。さあぐいっと一気に飲み干してしまうんですの。はい、ではいただきま。ストップ！記憶を失ってるかもだが覚えておけ。メルからの飲み物は疑ってかかるんだ。カズマ、いいところでしたのに。いいところじゃねえだろ。それより次のバイトに遅刻するぞ。後で兄ちゃんも様子を見に行くからな。さと案内しろ。アイリス様はここにいるのだろう。いてててててて、腕引っ張らないで、落ち着いてくれ。お客様だわ。妹子ちゃん、お水をお出しして。はーい、お帰りなさいませだぴょん。クレアさん？悪い、バイトのことがクレアの耳に入って、すぐに連れて行けって言われてさ。クレアさん、さっきから黙って怒っているのですか？私が
悪いんです。私がアルバイトしたいと。はわ、はわ、はわ、うさ耳のアイリス様、なんというかわいさ。覚えておけ、アイリス。可愛さで人は気絶することもあると。そうだったんですか。とにかくクレアさんをベッドへ。うん、ウサギのアイリス様が。この巣場、